ただいまより前立腺がんのセッションを開始します。私は NPO 法人戦友クラブの竹内と申します。本日司会を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、講演の方に入りたいと思います。今日ご講演いただくのは佐藤先生ですね。諦めない前立腺がん治療、前立腺がん最新アップデート2020というテーマでですね、お話をしていただきます。まあ、普段私たち戦友クラブもいろいろお世話になっている先生でして、前立腺、佐藤武文前立腺クリニックの院長で、やっておられます。それではですね、あと細かいプロフィールもちょっとお話はしたいところなんですけど、時間の都合もございますんで、キャンサネットジャパンさんのジャパンキャンサーフォーラム、このサイトを見ていただきましたら、あと詳細が載っております。それでは先生、お願いできますでしょうか。よろしくお願いいたします。武さん、過分なご紹介ありがとうございます。佐藤でございます。それでは時間も限られていますので、早速講演の方を開始させていただきたいと思います。それでは今竹内さんからもご紹介がありましたように、諦めない前立腺がん治療、これは今タイトルで2020としておりますのは、今年非常に多くの治療のストラタジーが変わってきたというところがありますので、今日はいろんな分類を含めて従来のものから大きくアップデートをしてまいりました。40分と短い講演ではありますが、内容をこうギュッと濃縮しておりますので、ぜひお付き合いいただければと思います。また、少し早口になるところが残念ながらあるかもしれませんが、もう一度オンデマンドでもし見れることがありましたら、ぜひ繰り返し内容を見ていただけましたら、幸いに存じます。それでは今日のインデックスですが、大きく分けると3つに分かれています。1つは前立腺がんの疫学と統計、これは一番新しい今月発表になった前立腺がんの本邦および海外の統計を持ってまいりました。次に一番大事なこの前立腺がんの分類と治療ですが、2020年、今年大きくその病気の状態に応じた治療と適応が変わってきましたので、ここをなるべく分かりやすく解説させていただきたいと思います。最後に今後の展望、これはスポンサーセッションではありませんので、学術的な背景から今後の見込みというものに関して、現在の新しい知見の情報も踏まえてご紹介させていただきたいと思います。それではまず2枚のスライドですが、前立腺がん、これはまず今日この内容を見られている皆様方は前立腺がんのことは十分ご存知かと思いますが、一応リマインドで2枚のスライドを持ってまいりました。前立腺は男性の生殖器、膀胱の下にあるこのようなくるみ大の臓器で、男性ホルモン、これはホルモン療法の後でかかってきますけれども、男性ホルモンに依存して、がんが大きくなってくるという、まず一番そもそもの背景がございます。次いで前立腺がんと前立腺肥大症の違い、ここにありますように肥大症は良性の腫瘍ですので、簡単に言うと転移を起こすことはありません。しかしながら前立腺がんはご存知のように悪性腫瘍ですので、これは進行してくると他の臓器に転移をしてくる、ここが一番大きな問題で、これをいかに抑えていくかということが大事なポイントとなってくるわけであります。そうするとまず一番最初の疫学、これは前立腺がんと診断される患者さんの数が日本および海外でどうなのか、さらに今後どのように推移するのかということになります。そうするとまずこの今月ですね、9月に発表された前立腺がんのがん統計予測でありますけれども、この画面左側の男性の部分の第1位、これが今前立腺がん、年間9万5000人を超える患者さんが診断されてくる。これはもちろん年度によって1位、2位、3位がこう入れ替わる状況はあるんですが、今月発表になったデータでは男性の第1位という状況にまた上がってきている状況であります。もう一つは前立腺がん、これからどのように推移するのかという海外のプロスワンという論文の1枚のデータをキースライドを持ってまいりましたけれども、ここにある2010年までのデータと2030年、今から20年30年と10年20年という先がどうなっていくのかということですが、ここにありますように日本の前立腺がんの症例数というのはこれからさらに増えていく、
PSA スクリーニングと PSA の検診等が発達したアメリカは、一度それが下がってきて、さらにその上昇は今横ばいになって低下に入ってきているという状況がありますので、この論文の中でも書かれているように、日本を含めた特にアジア諸国でのさらなる増加というものは予測をされているという状況が、統計学的に予測されております。もう一つは前立腺がんで亡くなった、これは日本のデータになりますが、左側ががんと診断された患者さんの年齢別の割合、右側が前立腺がんで残念ながら亡くなってしまった、これはがんを含めた、全てのがん種の亡くなった疾患別の年齢別の割合ですが、前立腺がんはもちろんこれは多くの年代に入ってきますが、特に近年40代、50代の症例がだんだん増えてきているという傾向があります。さらにこの前立腺がんで亡くなった患者さんの割合でになりますけれども、ここにありえますように三角形になる、すなわち75歳、80歳、85歳というような後期高齢者、または超高齢者における死亡者数の増加ということが見込まれていますし、現時点で確認されていると。したがって、超高齢者、非常に高齢な方の前立腺がんは進行が遅いから大丈夫だよという意見が時々散見されますが、そうではなくて、もちろん一部はそういう患者さんもいらっしゃいますが、最終的にこのような形で時間が経つにつれて、前立腺がんは最後に命を奪ってくるということは、ぜひこれは忘れずに覚えておいていただければと思います。そうすると、じゃあ、各がんの5年生存率、これは昨年発表されたものを今持ってきていますけれども、胃がん、肺がん、前立腺がん、膵臓がん、ここにありますように、もちろんこの今年度のジャパンキャンサーフォーラムでも各がん種で多くの患者さんたちが希望を持ってさまざまな新しい治療に取り組まれて生存期間の延長を狙っているという状況があります。この中において、前立腺がんにおいては転移を有する状況でも5年生存率は50%を今超えてきているという状況がありますので、このたとえ前立腺がんで転移があっても、これは年単位の生存が期待できるということで、諦めない希望を持っていただければと思います。それでは次の内容に移っていきますけれども、前立腺がんの病態における分類というふうにいきます。ここにありますように、新しいお薬が出てきたけれども、自分は使用できるのか、新薬が多くて内容が整理できない、今後どのようになっていくのかというような疑問があると思います。今日はこれはあえて初めて持ってきたんですが、ユーロピアンウロロジー、ヨーロッパの英文誌の昨年発表された内容になります。これは非常に今、前立腺がんの治療が細分化されていますので、このスライドを今、日本語を交えて解説をしたいと思います。大きく分けると、ホルモン療法の有無と、その患者さんに転移があるか、この2つを分類することによって、すべての前立腺がんの患者さんはどこかに必ず分類されるということになります。これをもってすると、複雑な前立腺がんの現在の治療がはっきり見えてくるということがあります。まず1つ、この転移がある、なし、内分泌療法がなくて遠隔転移がない、前立腺に限局した患者さん、内分泌療法がなくて遠隔転移がある、未治療の患者さん、内分泌療法はすでに行っているけれども進行してきた、だけど転移がない患者さん、さらには内分泌療法を行って進行してきて、かつ遠隔転移が残念ながら認められているという、この4つの患者さんに関して、まずは分類をご説明し、次のセッションで、次のパートで説明をしたいと思います。そうすると、まずこの表を理解されるためには、内分泌療法ということと、ホルモン療法、つまりここに書かれている去勢抵抗性という2つをまず、ご理解いただく必要がありますので、簡単にご説明したいと思います。まず内分泌療法、これは従来からホルモン療法とも言われていますけれども、これは、男性ホルモンの分泌を抑えるということが大きな目的になりますので、ここにありますように、注射で脳の下垂体をブロックする、または、従来このような手術で行われることも一部行われてきましたが、男性ホルモンを、分泌をストップするということが、この男性ホルモンの抑制する ADT と言われる内分泌療法のまず内容になります。もう一つは去勢抵抗性という CRPC というものですが、これは、ホルモン療法、男性ホルモンを行って多くの前立腺がんは、幸いにもほとんどの患者さんはこの内分泌療法が奏功する。しかしながら、このようにホルモン療法に抵抗性を呈して最終的には進行し、転移を有してくるわけですが、ここの部分を、後半のこのホルモン療法が効かない部分を、
去勢、抗がんを取ってしまった後、抵抗してくる去勢抵抗性がんというふうに総称されます。この去勢抵抗性前立腺がんは1枚、これはスライドを持ってきていますけれども、その定義は決まっておりまして、これは去勢状態、男性ホルモンを抑制しているテストステロン値で50ナノグラムパーデシリットル未満にもかかわらず、PSA の値が2.0 を超えてくるミニマムスターティングバリューとありますけれども、ここの状況で、さらにまたは PSA 低くても画像で新たな転移や進行がある場合には去勢抵抗性前立腺がんというのが現在の本法での取り扱い規約になります。もちろんこれは海外での PSA が1までカットオフが引き下げられている状況はありますけれども、現時点では本法ではこの定義を使ってガイドライン及び臨床的な判断という形で用いております。そうすると、まず内容に関して説明をさせていただきますが、さっきお伝えした内分泌療法がなくて転移がない1番の状態、次に内分泌療法がなくて残念ながら未治療の段階ですでに転移がある患者さん、3番目はホルモン療法が進行してしまったけども転移がない患者さん、4番目はホルモン療法で進行しかつ転移があるという、この1、2、3、4、この順番に沿って治療の内容に関してご説明したいと思います。まず1番、遠隔転移がないかつ内分泌療法もない前立腺に限局をしている、とどまっているが、これをご説明したいと思います。この状況はもちろん、がんが転移をなく前立腺にとどまっているわけですから、通常は根治を狙っていく。その中においても監視療法、手術、放射線というこの3つが通常は選択されるということになります。今日は時間も限られてますので、その中の大きなキーの内容だけご説明したいと思います。まず監視療法、これは待機療法と言われて、従来は PSA 監視療法と言われますが、現在用語が統一されて監視療法というふうになっています。これは特に進行が遅い、予後が良い、顔つきのおとなしい前立腺がんに対して、直ちに治療を行わずに、定期的に PSA の確認や前立腺の組織を取って、画像等を踏まえながら、がんの進行があれば、そこで治療を介入するという方法になります。この目的としては、がんの進行による、遅れを、進行を見届けながら、なるべく生活の質を落とさないということが目的になります。この長所としては、今お伝えしたように、過剰な治療を回避することで、現在のいわゆる生活の質、QOL は維持できるという点、さらには過剰な治療が回避できることで医療費の抑制ということは、これまでの医学統計の検討でも証明されている。しかしながら、PSA、これは通常はどんどん上がっていきますので、その上昇による心理的な負担感があるということや、定期的な採血や生検を、組織を取ることの負担というのは少し出てきてしまうということがあります。したがって、治療のタイミングが遅れてしまうということは、一般的なプロトコール、その規定に沿っていけば通常は稀ではありますが、必ずしもそれが絶対というわけではないという短所も一部では確認されているということになります。今度は手術療法に移ります。現時点では今、これはいろんなさまざまな回復や内視鏡およびロボットとありますが、現時点での手術となっている今日はロボット手術にのみハイライトをご紹介します。これは学会のホームページから持ってきたものになりますけれども、今年から本邦、日本製のロボット支援の機器も承認されて、ようやく下線状態から改善されてきたということになりますが、こういったものが今、国産のものが出てきているという情報になります。そうすると、メリットとしては自由に、関節がこう動くという繊細な手術操作や、手術がこう指が、術者が触れてしまうことをロボットが補正してくれるということがありますし、高解像度の3次元の画像による情報が得られるという、非常に高いメリットがある。しかしながら、デメリットとしては実際に、術者が現時点でのシステムでは触覚を得ることができないということや、これは医療費の観点から手術のランニングコストが通常のものに比べると高いということも学術的な検討で確認されているということもあります。もう一つはこの手術に伴う総論としての合併症ですが、術中の陰茎肺静脈、前立腺に関する出血や一部の患者さんでは頻度は極めて少ないんですが、直腸を損傷してしまうようなことが一定頻度であるということ、さらには術後の有害事象、副作用としてはおしっこが一過性ではあるけれども、
尿失禁が出てしまうことや男性機能不全、また腹腔の内圧を一時的に炭酸ガスでバッと上げることによって術後鼠径ヘルニアなどが出てしまうということが一定の頻度で知られていますので、こういった、総論としての合併症があるということがあります。今度は放射線治療に参ります。これは非常に今日の40分の講演ではとてもお伝えできないので、ここにあるような多くの、インデックスだけではご説明します。組織内照射と外照射および粒子線治療というふうに、中から当てるか外から当てるか、または粒子線を使って外から当てるかというふうに大きく3つに分類されます。今日はその中でも一番治療効果が高いと言われる組織内照射の2つに関して簡単にご紹介したいと思います。これは要素125の永久挿入という前立腺の中にシードと呼ばれる小さな5ミリ程度のものを入れるものですが、このような形で陰部という股の中から前立腺の中に宣言をコンピュータ計算に沿って、これは放射線治療の先生が計画をしたものに沿って泌尿器科医が中に挿入をしてくるという密封小宣言の永久挿入という形で、術後このような形で留置がされるというものになります。もちろんこれは、組織内照射で直接がん細胞に放射線を当てるので、これは、北里大学病院のデータを持ってきますが、低リスク、中間リスクという比較的予後のいいもの、または、比較的予後が悪い部類に入るものも、がんのコントロールは、中長期的に良好だということが分かっています。長所としては前立腺の中に組織を入れるという侵襲が少ないものなので、一般的には術翌日から通常の生活に戻れるということ、尿失禁や男性機能不全の障害が一般的には少ないということがありますし、今お見せしたように、がん制御率は優れているということがあります。しかしながら、前立腺が一時的に腫れてしまうような排尿障害や放射線の刺激症状は一定の頻度でありますし、進行したような全てのがんが適用になるわけではないということもあります。もう一つは、イリジウムの192、抗線量率組織内照射、これは HDR と呼ばれますが、非常に強力な高い放射線を短期的に一気に当ててしまうという方法もあります。これはこのような中にアプリケーターというものを前立腺の中に挿入をした後で、放射線治療の先生がこのような3次元の構築をして、前立腺の進行した部分も含めて被膜の外までカバーするような形で照射が可能なという方法になります。この5年生存率、非再発率に関しても先ほどと違って、高リスク、さらに超高リスクという一つ上の進行した状況にも、がんを十分抑えていけるということが、これも北里の治療成績で分かっております。長所としては、短期間に抗線量を照射するということで、前立腺がんに対する高い治療効果があることや、例えば前立腺の外に浸潤をしてしまったがんや、膀胱にすでに浸潤をしてしまったような手術で取りきれない症例に対しても、直接そこに針を入れることによって照射が可能だということ。ただしこれは治療可能な施設は限られているということや、針が一時留置という形になるので、1回の治療で終わらないので、ベッド上のオーバーナイトでの安静が必要になるという少し負担がかかることがあります。それでは次に移りたいと思います。今度は先ほどご紹介した2番、遠隔転移が診断時に残念ながらある、しかしながらまだ内分泌療法が行われていない症例に関してどうなのかというこの2番です。ここは今、今年2018年以降大きく変わってきています。まず2018年に、これからご紹介するアビラテロンというお薬が、追加承認され、さらに今年アパルタミド、さらにはエンザルタミドというこの2剤が同時に承認され、現在すでに臨床が、投与が始まっているという状況になります。そうするとこのアビラテロンという2018年2月に追加適用になりましたけれども、この薬剤はどういう患者さんが適用になるか、この下の部分だけまずご理解ください。ここは、転移がある、しかしながらこのハイリスクの予後因子というものを持っている患者さんが適用になるということになります。これはがんの顔つきを表すグリソンスコアと10段階評価でスコアを表しますが、これが8以上、さらに骨スキャン、骨神経で骨の転移が3箇所以上ある、またはリンパ節転移を除く内臓転移、肺転移があったり、一部の患者さんでは肝臓の転移などが時々ありますけれども、こういったものの3つの因子のうち2つ以上を持っている患者さんは、この治療の適用になると、この薬剤の適用になるということになります。これは今、このアビラテロンの作用基準を1枚のスライドで、漫画で示していますけれども、これはコレステロールから
男性ホルモンは合成されてくるというところになりますけれども、このコレステロールから男性ホルモンへの合成を阻害するのが、このアビラテロンというお薬の作用基準というところになります。そうすると、この注意すべき副作用としては、やはりこれは特に日本人の間では、海外の患者さんよりも肝臓の機能が少し一時的に悪化してしまう方がいらっしゃることや、カリウムという電解質が下がることが一定の頻度で知られています。したがって、この対応としては、特にこの薬剤は起床時、朝起きて服薬して1時間は食事を取らないという特殊な飲み方が必要になりますので、この服薬時間であったり、ステロイドを補充しないといけないという特殊な背景がありますので、こういった医師または薬剤師の指導に従って服薬の内容を厳守するということが極めて大事です。また、今までいろんなお薬を加複抗生物質を使ったりして肝臓の機能が悪くなった薬剤性肝障害というような患者さんがいる場合には、事前にこういった注意が必要ですし、投与する前にこの電解質というカリウムという値が低くないかどうかを確認してから、安全に投与を開始するということも大事な点というふうに言われます。次に行きます。今度はハタルタミドというお薬が本年の2020年の5月に追加提供になりました。このお薬は先ほどと同じで漫画のスライドで示してますけれども、今度は男性ホルモンはそのままにして、男性ホルモンからがん細胞に入るところの受容体というところをブロックする、または受容体で取り込まれた後、がん細胞の中の核の中に移動する、細胞の中に入るところをブロックするというのが、この薬剤の作用基準ということになります。この薬剤で注意すべき副作用ですが、やはりこれは一定の頻度で皮膚にボツボツと出てくることが一定の頻度であります。また、一部の患者さんでは少し飲み始めてしばらくすると、少し倦怠感というものを感じる患者さんもいます。この副作用の対応としては、やはり大体服薬して1ヶ月ぐらい、これは治験から関わらせていただいたんですが、投与して1ヶ月ぐらいしてから出る患者さんが多いので、やはり服薬して1、2週間で大丈夫だからというふうに油断をせずに、しっかり経過を見て、その内容が出てきたらすぐ主治医に報告をするということが必要ですし、そういったものがある場合には減量または休薬でコントロールできる場合がほとんどですから、速やかにそのような対応を行う。そういったものが出た場合には、軟膏や飲み薬での抗アレルギー薬などで対応して改善を待つということが必要になります。今度はもう一つ、2020年の5月に追加適用になりましたエンザルタミドというお薬があります。これも先ほどと同じように、男性ホルモンからがん細胞に入るところの受容体をブロックし、同じく核内移行を阻害するという薬剤になります。このエンザルタミドで注意すべき副作用は、先ほどとのアパレタミドとはちょっと違って、やはり一番大きな認められるものは、英語でファティーグと言われますが、倦怠感、または食欲がどうもなくなってぐたっとしてしまうという患者さんが一定の頻度であります。この対応としましては、やはりこのお薬そのものはもちろん生存期間の寄与を求める薬剤ですから、多少の軽度な症状に関してはある程度受け入れて、それを克服していくということも時には必要ですし、どうしても辛い場合にはお薬の容量を一定の頻度で、容量で下げていって減量をして、そのバランスを取るということも大事になります。また、頻度は極めて少ないんですが、痙攣の発作がある患者さんにはこういった薬剤を使うリスクがあるということが知られていますので、いわゆる抗痙攣薬というものを内服している患者さんは、事前に主治医にそのことを申し出て、そういうリスクを共有しておくということが必要になってまいります。今度は3番目に移ってまいります。遠隔転移がない、しかしながら内分泌療法を行って去勢抵抗性を呈して PSA が上がってきてしまった患者さんというところになります。この3番になります。したがって、ホルモン療法はすでに入っているけれども、PSA が上がってきた、ただ画像で評価をすると、幸いにもまだ転移がないと、N0CRPC、もしくは NM ノンメタスタティックな去勢抵抗性 CRPC というふうに英語で言われますけれども、この部分に関しても、今ここにある3つの薬剤が承認されてきて、今臨床で投与が可能になっているということになります。それでは次のスライドでこの3つをご紹介したいと思います。まず1つ、エンザルタミド、これは先ほどご紹介した転移を有する前立腺がん、ホルモン療法未治療の患者さんで使えるということはお伝えしたので、ここは合わせます。
同じくアパルタミド、これも先ほど転移を有する前立腺がんでホルモン療法未治療の患者さんでご紹介したので、ここは割愛いたします。そうすると、この2剤の役割、これは今1枚のスライドでお示ししますが、英語でメタスタシスフリーサバイバル MFS というんですが、要は変異を抑制するということ、すなわちホルモン療法で PSA は上がってきた、しかし幸いにもまだ転移がないので、この2剤のどちらかを使うことによって遠隔転移、これから転移が出てくることを抑制するというのが目的で、そこに有意差がある、非常に、統計学的に有意差を持って転移の出現を遅くできるというのがこの薬剤の目的ということになります。もう一つ、今年2020年の1月に承認された、さらにダロルタミドという新しいお薬が入ってきました。これは今初めてご紹介する薬剤なので、次のスライドで作用機序をご紹介します。これも先ほどと同じように、男性ホルモンから次のところ、がん細胞に入るところの受容体をブロックし、拡大移行を阻害するという目的の薬剤になります。この薬剤の副作用でありますけれども、これは比較的少ないというのがこの薬剤の特徴になっていますが、それでも倦怠感であったり四肢の痛みを感じる患者さんが時々いらっしゃるということがあります。副作用の対応ですが、やはりこういった副作用が発現時には、そのグレード、副作用の程度に応じて減量や休薬を行っていきます。もう一つは薬物の相互作用というんですが、いろんな薬剤をこう飲み合わせた時に副作用が何が出るかというのは我々は常に注意をしているんですが、比較的このダロルタミドは飲み合わせる薬剤の副作用が安全性が比較的高いということがこれまでの検討で分かっております。今度は4番目に移動いたします。残念ながら転移がある、しかしさらにホルモン療法で進行してきてしまっているというこの4番の患者さん、実はここがおそらく今この講演を聞かれている皆様方の中で多くの患者さんが該当しているところだと思います。ここは少し時間をかけてご説明したいと思います。今スライドに出しているように、2008年のドセサクセルという抗がん剤からこれだけのものが今現在承認をされてきているということがありますので、この一つずつを今ご紹介したいと思います。まずエンザルタミド、これは先ほどご紹介したように転移を有する前立腺がん、または転移がないホルモン療法に抵抗するがん、すでに使われていますが、ここでも一番最初に承認されたのがこのエンザルタミドになります。同じくアビラタロン、これも先ほどご紹介した転移を有するハイリスク前立腺がん、または転移がない去勢抵抗性前立腺がんに使われていますが、ここも2014年に承認されて現在に至っているということは、繰り返しお伝えしております。2008年、これは我々のがん治療の前立腺がん治療の中で一番最初にこのホルモン抵抗性がんに承認された、これはいわゆる抗がん剤、タキサン系と呼ばれる抗がん剤になります。もう一つ2014年、この後いわゆるセカンドラインと英語で言うんですが、このドセタキセルが投与した、しかしながらそれで進行してきたような患者さんに対して、次のセカンドライン、2回目の次のラインの治療として使うのがこのカバジタキセルという次の抗がん剤になります。これは作用機序、今漫画でも同じくご紹介しますけれども、今度はこのマイクロチューブリンと英語で言うんですが、微小管というところに作用して、がん細胞が今度分裂するところをブロックするというのがこのタキサン系の抗がん剤の作用機序ということになります。今お伝えしたように、ドセタキセルを使って進行してきた、または有害事象で使えない患者さんが次のカバジタキセルというふうに移行していくというのが一般的な流れになります。このドセタキセル、カバジタキセルの副作用の注意すべき点ですが、これはもちろん抗がん剤で骨髄毒性がありますので、白血球の減少等が一定の頻度であります。したがってこういった発熱性好中球減少症、熱を伴うような発熱があって白血球が下がっているような状況には特に注意が必要ですし、そのような免疫が下がっているときには人混みを避けたり感染症に十分注意をするということが必要になります。しかしこういったものに対して我々もだいぶノウハウが出てきましたので、現時点では比較的高齢な患者さんにもお薬の量を減らして導入することで安全性が担保されてきていますし、このペグカ GCS というような白血球の数を増やしてあげるお薬が保険適用になってきましたので、投与後24時間、抗がん剤を使って24時間以降に投与することによって白血球の数を速やかに増やしてあげるということも可能になってまいりました。
今度は次の治療です。これは放射性医薬品のラジウム223、これはがんの前立腺がんの骨転移にターゲットを絞った治療ということになります。今度はこれは先ほどお伝えしたこの男性ホルモンに依存するものではなくて、骨転移に対して中から照射を加えてしまうという RI の内容療法ということになります。これはいわゆる注射を行って、骨伸出と同じように注射を行って骨の転移のところに放射線を取り込ませて、アルファ線という放射線を当てることで、がんの細胞を抑えていこう、もしくは骨の転移に対する症状を抑えていこうということになりますが、特にこの骨髄に比較的線量は安全性は高いんですが、一定の頻度で骨髄の抑制がありますし、照射をした後、その、代謝物が消化管にこう流れていくので、一時的な下痢を呈する患者さんも一部いらっしゃいます。副作用の対応としては、今お伝えしたように骨髄の抑制がありますので、投与前の血液のデータを確認、毎回これは必ず確認をして投与しても大丈夫かという基準を満たすことで安全性を確認していくことが極めて大事ですし、炎症性の腸疾患、クローン病や潰瘍性大腸炎などある患者さんには、近忌ではないんですが慎重投与になりますので、改めて主治医にあらかじめ申し出ておくということが必要になります。さらにまだあります。今度は骨転移に対する次の併用していく集約的治療としては、ここにあるデノスマブやゾルドン酸という薬剤があります。これは骨の転移を起こした前立腺のがん細胞およびそれを取り巻く骨に対する細胞の漫画を示していますが、がん細胞がここに転移を起こしてくると、いろんな情報を出して周りの骨芽細胞という細胞に刺激をして、そうするとここでランクルという情報が出て、白骨細胞という骨を壊す細胞の前の細胞が刺激され、最終的には白骨細胞が刺激される。要は、がん細胞が骨に転移を起こすと、がん細胞のみならず、周りの正常な細胞を、自分たちのグルにして、ぐるぐるっとこういう形で骨をどん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 壊していってしまうというのが問題になります。したがって、ここをブロックするのが、ランクルというものをブロックするところがデノスマブ。白骨細胞に直接取り込んで、骨を壊す細胞をブロックするのがゾルドン酸という薬剤の、簡単に言うと作用基準になります。したがって、こういった骨の転移に対する、骨関連事象と呼ばれるものを抑制することが目的になります。この2剤に共通して言えることは、やはり骨を壊す細胞をブロックすることによって、一時的に骨から供給されるカルシウムが、ストップしてしまうことがありますので、低カルシウム血症というような血液のカルシウムが下がってしまうことが急性期、特に投与を早期に認められることが一定の頻度であります。顎骨骨髄炎といって、この骨髄が炎症を起こした後、壊死を起こすようなことが、特に口腔内の感染状況が悪い、口腔内衛生が悪い患者さんに多く認められますので注意が必要です。したがって、まずこのカルシウムが下がってしまわないように、カルシウムやビタミン D のお薬を併用するということや、定期的に歯科を受診をして口腔内の歯周病などの感染がある場合には、速やかにそれを除去し、かつ定期的にその感染を取り除いて、常に毎日のブラッシングや口腔内の洗浄によってきれいに保っておくということが何よりも大事ということになります。さらにまだ次の治療があります。これは全ての患者さんに適用にはならないんですが、2018年の12月に承認された、いわゆる抗 PD-1 抗体薬、ペンブロリズマブという薬剤があります。これは少し難しい話なので、簡単に1枚のスライドでご説明しますが、いわゆる前立腺のがんにとどまらず、いろんな固形がん、肺がんや膵臓がんやいろんながんで、大腸がんとかで、このマイクロサテライト不安定性、要は遺伝子に傷ができて、暴走してしまうのが、がんの増大のメカニズムですが、その修復ができない、ところの遺伝子に問題があるという患者さんに対してのみ適用になる、いわゆる免疫チェックポイント阻害剤ということになるんですが、の適用になります。したがって、これをスライドを見ている患者さんたちは、自分に適用があるんじゃないかという希望を持たれると思うんですが、これは後でご紹介する、遺伝子パネルという検査等で確認したり、免疫組織の染色等で確認するんですが、残念ながら前立腺がんのいろんな統計は出てますが、全体の約 3% 程度の患者さんにのみ適用になると、極めて限られた患者さんが適用になると。しかしながら、この適用になる患者さんは、
非常に多くの有効性が期待できますから、状況によってはこれを確認をしていくということになります。まだ、次の方法があります。今度は標準的な治療をすべて行った後の状態というふうに限定はされるんですが、いわゆる遺伝子パネル、がんゲノム検査、ゲノム検査というのが、昨年から保険適用になっています。これも1枚のスライドでお示ししますが、要はここのファウンデーション1や NCC4 個パネルというものが現在使われているんですが、いわゆるさまざまな標準治療を行った、しかしながら次の治療がないというような状況の患者さんに対しては、遺伝子をぶわーっと網羅的に調べて、特定の遺伝子に変化があれば、それに対してテーラーメイド的にその患者さんに限定して効くような薬剤を調べるということがある。これは治療ではなくて検査の診断ということになります。しかしながら、この検査をしたから全ての患者さんがその恩恵を被るというわけではなくて、全体の約 10% の患者さんにおいては、こういったものが次の新しい何らかの治療の情報として有用であるということになります。まだまだ始まったばかりで検討が必要なものになりますけれども、前立腺がんでもこの遺伝子パネル、がんゲノム検査というのが保険適用が始まってきて、標準療法がなくなったような状態の患者さんに対して、保険適用が認められているということになります。さらに、これから承認されてくることが期待される薬剤、米国の厚生労働省 FDA は今年の5月、2020年の5月に承認をしたこのパープ阻害薬というもの、ここに薬剤名のオラパリブ、ルカパリブというものを書かせていただきますが、これはまだ本邦では未承認で、治験が行われている状況になりますけれども、ここにあるように、がん細胞の DNA が修復できない特定の遺伝子、特にここのブラカ1、ブラカ2というような、特にブラカ2という遺伝子変異を持っている患者さんに対して適用がありますし、そのような患者さんが、有効性が十分期待できるという薬剤になりますので、これは1枚のスライドで新しい情報として持ってまいりました。まだあります。従来のこういう新薬だけではなくて、やはり我々は忘れていけないのは、現在、今、我々が持っているツールを最大限活用するということになります。これは緩和照射です。このような形で、非常に何も IMRT などの高精度のものでなくても、非常に古いコンベンション、従来の、古い機械においても後方一門という形で、これは放射線を当てることができますので、放射線治療機器がある施設では、ほぼ全国どこでも受けられる治療になります。1枚のスライドでこれをお示ししますが、特にこの前立腺が骨に転移がある患者さんは、ホルモン療法だけで治療して進行してきたら、抗がん剤や新規薬剤で行っていくというのが従来のストラタ治療方針でしたが、北里大学でも2004年から転移がある患者さんに放射線を当ててきて、積極的に当ててきています。これは昨年、米国のプロステートという雑誌に経過が、成績が掲載されたものですが、要は、ホルモン療法を行いながら、骨転移の部分に放射線を積極的に当てている患者さんと、当てていない患者さんでは、5年、6年と時間が経つにつれ、ホルモン療法が効かなくなる患者さんの割合が少ない、すなわち放射線を当てている転移層に放射線を当てている方が長く生存できる可能性を示した論文になります。もちろん、今日は時間の都合があるので、それ以外の局所治療によるデータや、そういったものは省かせていただきますが、一番最後にも少し触れさせていただきますが、転移があっても当てられる状況においては、比較的早い段階で計画的に放射線を原発層や転移層に当てていくというのは、今後の大きな治療の柱になってくるというふうに思います。次の2枚のスライドで、これは特定の薬剤を推奨するものではありませんが、85歳、超高齢者の患者さんで、ホルモン療法が効かなくなった転移がある患者さん、このような肺転移で癌性胸水がありますが、今日お示しした中の1つの薬剤を使うことによって、胸水が下がって、非常に呼吸が楽になって、外来での管理が可能になったという患者さんがありますし、骨に転移を起こしているような去勢抵抗性前立腺が、放射線核種療法で痛みの消失や、骨伸地での画像の、改善ということがあります。これももちろん、外来の通院による治療が可能になってますので、やはり希望を持っていただければと思います。さらに、これは、ネイチャーレビューロロジーという論文を今、これ簡単に持ってまいりました。今日お示ししたものは、男性ホルモンを受容体に、ターゲットにした、この右上の1/4の部分、さらに抗がん剤はこのわずかな部分、
さらに放射線隔種療法、中から放射線を当てる、内容療法、ラジウム223とは骨転移を標的にしている。ここまで今、だんだんこう発展をしてきた。これからの未来はどうなる、近い将来はどうなるのかということですが、ここにあるのは免疫誘導やチェックポイントインヒビター、 DNA 損傷修復機構を標的とするというものが今、海外では承認、さらに今、治験が進んでますので、これだけのものがさらに前立腺がんに対する治療として発展してきているという非常に希望が持てる状況になります。したがって、これからは遺伝子変異や転移の状態に応じたテーラーメイド的な集学的治療が可能になってくるという状況がありますので、ぜひ希望を持っていただければと思います。これは今日の講演のまとめになりますけれども、今お伝えしたホルモン療法、内分泌療法と転移があるなしの4つの 2×2 のパネルですけれども、今お伝えしたように局所療法、さらにホルモン療法、さらに転移がある、初診時から転移がある患者さんに対するこれだけの治療、さらには進行してきたけれども転移がない去勢抵抗性に対する治療、さらには骨転移に対する薬剤やホルモン療法が進行し、遠隔転移が出てしまった患者さんに対するこれだけの治療がある、さらに転移があっても局所に治療を行うことや、遠隔転移に放射線を当てることでの生存期間の寄与、または去勢抵抗性までの時間を稼ぐことが分かってきていますので、やはり、希望を持っていただく、さらにはこの今お伝えした遺伝子パネル、がんゲノム検査というものが次の治療に結びついてくるということが始まっています。したがってぜひ、今の状況からさらに状況を頑張っていけば、こういったものがどんどん新しい治療が追いついてきますので、ぜひ諦めずに治療を検討していくということを希望を持っていただければと思います。テイクホームポイントになりますけれども、これはいつもお伝えしていることなんですが、パウンド先生のナチュラルヒストリー、前立腺がんの術後再発の自然史です。残念ながら手術や放射線を行って再発や転移を起こしてしまった患者さんがこの講演を聞かれていると思うんですが、その転移までの、再発をしてから転移までの中央値は8年、さらに転移をしてから癌死までの中央値は5年、さらにここは今いろんな新薬や治療方針の変更で伸びてきていますので、やはり長期の癌のコントロールが可能であるということになります。最後になりますけれども、前立腺がんに対する治療、今日駆け足でご紹介しましたけれども、これだけのものが開発、さらには導入が今後見込まれてますので、残念ながら再発をしてしまったり、すでに転移がある状況の患者さんでも諦めずに生活の質を維持しながら長期のコントロールが可能になってきているということになります。したがって、どうぞ諦めずに主治医の先生と相談をして、がんを治すことはできない、しかしながら共存しながら時間を有意義に過ごしていただければと思います。講演は以上です。ご清聴ありがとうございました。佐藤先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、Q&A セッション、引き続いてちょっと移らせていただきたいと思います。ですね、先にこのご質問というのをですね、ちょっと募集しておりまして、その中から一つですね、ちょっと、少し難しいご質問なんですけど、今日はちょっとご説明もちょっとあったんですけど、改めてお聞きしたいなと思います。前立腺がんに対するパープ阻害剤が FDA で承認されましたが、今後前立腺がんでも特定の遺伝子変異を調べることが普通に行われるようになるのでしょうかと。最後ちょっとこの辺のあたり話、説明していただいたと思うんですけど、ちょっと改めてですね、新しいお薬について、特に先ほどもご説明ありましたけど、このパープ阻害剤のはなんかちょっとこう FDA ではもうすでに2つほど承認されてるということで、一番近いというか、そんな気もするんですけど、そのあたりの話をちょっともう少し補足していただけたらと思います。よろしくお願いします。ご質問ありがとうございます。今、武さんに言われたように、非常にここが今、ドラマティックに変わるところなんですが、この普通に行われるかというのは、おそらくこれはもう他のがん種と同じようにテーラーメイド的に前立腺がんもなってくるだろうと。特にこのパープ阻害剤は、さっき1枚のスライドでちょっと駆け足だったんですが、遺伝子を修復する機構の、ブラカ1、ブラカ2、ATM ジンという、 ATM 遺伝子というところの、特にブラカ2というところが、変異している患者さんの特に有効性が高いということが分かっていますので、さっきお伝えしたがん遺伝子検査、
遺伝子パネルですね、これを、どの病院でもできるわけではありませんが、そういったがん、大学病院を中心とした基幹病院で、受けることによって、特に転移、最初からもう転移を有しているがん患者さん等には、まだそこまで広がっていませんけども、今後そういったものに変わってくるだろうということがあると思います。ただ、もう一つは前立腺がんのこの、がんゲノム医療、遺伝子パネル検査の、注意点としては、前立腺の原発層の組織は診断があるんですが、骨に転移を起こしたような患者さんは骨の組織を取ることが通常は難しいので、固定した他のがん種と違って固定した転移の組織をなかなか取ることが難しいというところが克服すべき課題とあるので、今度はそのリキッドバイオプシーという検討が始まっていますが、採血でこういったものがさらに精度を上げていけるかどうかというところも並行して今検討されているという位置づけになります。はい、ありがとうございます。リキッドバイオプシーのも、ね、早くものになればそれなりに面白いなとは思ってるんですけれども、そうですね。この遺伝子パネル検査には検体として例えばかなり、患者さんにとってはだいぶ前になるんかもしれませんけど、生検の時にも資料をサンプルしたり、そうしてますでしょう。ですね。そうそれがですそのまま使えると考えていいんでしょうかね。ね。これはですね、検体のクオリティというのは非常に、古いものや条件が悪いと使えないということもありますので、状況によっては新たにその検査のために組織を取り直して、いい状態で検査の検体を提供すると、用意するということも、状況によっては必要になるというふうになります。途中で変質してしまってるというようなこともおっし考ゃえるられ通りまですよね。ね。十分考えられます。基本的にはやっぱり改めて取った方がそうですね。いいという、そういうことになるわけですかね。そうですね。で、古い検体だといろんなホルモン療法とかいろんな治療が入って、がんの情報も変わってきますので、やはり、理想は新しい現在の状況が、少し侵襲は伴いますけども、用意できればさらにいいということになります。どうもありがとうございます。それではですね、今日実はちょっと先生のお話を聞いてて、私もちょっとご質問してみたいなと思う点がありましたんで、よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。ですね、薬剤のこのご説明の中でですね、去勢抵抗性という言葉は出てきたんですけれども、薬剤でですね、片方は転移があるなし、これは割とはっきり分かると思うんですよね。検査の精度によって転移が出たり出なかったり、その境目が微妙だとか、リンパ節だけだったらどう判断するんだとか、ちょっと微妙な話はあるかと思うんですけど、もう一つの方でですね、ホルモン療法を、してないケースと、ホルモン療法をしてて進んでたとおっしゃいましたかね。そういうケースと2通り分けてご説明いただいたんですけど、ホルモン療法してないというんじゃなくしてですね、しててもホルモン療法の効果がまだ効いてる方もおられますよね。そうですちょっね。とそのあたりをもう少しちょっと詳しく説明していただわけかたりらましと思た。う、今思ったんですけど。的確なご指摘ありがとうございます。今日の講演では分かりやすいようにホルモン療法のあるなし、もちろん CRPC っていうところの、注記はつけてるんですが、今、武井さんおっしゃられたように、ホルモン療法は行っているけれども、残念ながら進行、すなわち去勢抵抗性を呈してきたか、そうでないかという分類になるので、縦軸は遠隔転移があるなし、横軸は去勢抵抗性かそう、去勢抵抗性かそうじゃないかというところで分けていただければより正確な情報が伝わると思います。ありがとうございます。この頃どうかな、薬をこういうのを服用しようかいう人、多分ですけど、前立腺がなってだいぶ年数が経ってる方が多いと思うんですけど、おそらくそういうある程度何年か経過した方は、多分ですけど、私が思うにこの頃CRPC の言葉、ほとんど専門家でなくても患者さんがみんな耳に入って大体そうですごね。存知の方が多いんじゃないかと思いますんでね。CRPC あるかないかの方がひょっとすると分かりやすいわかかりなやとすいですよね。思ったりね。そうかもしれないですね。ありがとうございます。
それではですね、Q&A の時間5分以内ということですので、まあ大体この程度で、終わらせていただきたいと思います。それでは今日は本当にいろいろどうもありがとうございました。どうも失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。